我が子の中には裏切る者もいました。私が怒ることは滅多にありませんが、このことばかりはそのままにできません。許せない。モールボーンが我が本拠に侵入したとは。我が子らが襲われ、私も襲われた。あなたは以前忠誠心と優れた能力を証明してくれましたね。今一度手を貸してください。モールボーンは聖堂に侵入し、オブリビオンに続くポータルを開きました。今はデイドラが神聖なる広間に群がっています。なんと不敬な。聖堂を汚しているデイドラを叩き出して、奴らを倒し、私の祭壇まで来てください。あなたが奴らの手先を倒している間に、私はモールボーンの本当の目的を突き止めます。さあ行きなさい。聖なる怒りはあなたと共にある。
聖堂はデイドラの侵入から解放されました。本当にありがとう。あなたが私の栄光のために戦っている間、敵について調べていました。マギストリックスボックスがデイドラの魔法を使ってハイチャペル周辺の結界の継ぎ目に穴を開けました。そしてオブリビオンの門を開け、聖堂をデイドラで埋め尽くしてしまった。ハイチャペルに向かってください。ボックスは防御をどうにか迂回しましたが、トリビュナルの全力を集結した結界がまだ残っています。あなたはその結界を通り抜けるのです。三大神それぞれの祝福がなければ、上妙の者は結界を通り抜けてハイチャペルに入ることができません。あなたはよくやってくれています。すでに私の祝福を受けている。ビベクとソーサシルの回廊へ行くと良いでしょう。仲間の神はいませんが、試練が残されています。私が彼らの祝福を与えられるように、試練を受けた後祝福を与えましょう。ビベクの試練はあなたの明晰な判断を図るものです。彼は困難な時代に祝福を受けた人々を見守ってきました。彼の知恵は他の者の秘密を解き明かします。あなたはその試練を受けなければなりません。ビベクの教えは偶話と逸話に基づいています。彼の教訓は聞くことによって学ばれ、その上で実行に移されるのです。彼の課題はそれを実証させることが目的。まずは聞き、そして実行する。覚えておきなさい。聖堂で働く場面というものが、ベルロネン・テルバーニーと決闘し、目撃者たちの前で彼を殺害した。ですが場面は忠実な密偵だった。そんな騒ぎを起こすのは彼らしくありません。ビベクがしたように場面と話をして、テルバーニーを殺した者の正体を突き止めてください。ビベク卿、嘆かわしい知らせがあります。ベルロネン・テルバンニが血の決闘を挑んできました。残念ながら私が勝利したことをお伝えします。ことを収めるに十分な小さな傷を腕につけたのです。それだけなのに彼は倒れて亡くなったのです。タルヌスとガルザに助言していた時、他の者たちがついたのです。ベルロネンは怒りに満ち、フェニーラは唇に霊笑を浮かべ、モラミは次に起こることを提案していました。ベルロネンは自分の問題に私が干渉したと主張しました。何が言いたいか私には分かっているだろうと。もちろん違います、そう言いましたが、彼は嘘だと言い張りました。最初に血が流れた方を負けとする決闘をしようと持ちかけてきたのです。そして全てが死に変わりました。私の剣が彼の命を終わらせ、この騒動を引き起こしました。ビベク卿よ、喜んであなたの裁きに我が身を委ねます。おっしゃる通りです。何でもお申し付けください。私の一撃がベルロネンの死を招いたとはいえ、これは別の者の手により引き起こされたことなのです。お望みであれば決闘の原因を見つけるお手伝いをいたします。
ビベク卿、私はベルロネンが決闘を申し込んだ時ここにいました。フェニーラがいなければ彼はまだ生きていたでしょう。彼女がテルバンニの怒りをかきたてたのです。名誉への侮辱に対して引き下がらないようにと。彼女はベルロネンの友人だと言っていました。興味深い方法でそれを示したのです。決闘前にフェニーラはベルロネンへ剣を貸しました。私はバメンとベルロネンが武器を交換するよう要求しました。彼女の怒り方はアッシュマウンテンのようでしたよ。ビベク卿、バメンは死ぬべきです。ベルロネンは聖堂のネッチが送ったメモを見せてくれませんでしたが、内容はひどいものだと確信しています。聖堂に誓いを立てた者が金のことで問題を起こすなどと。今日ご自身の手で粛清なさるべきです。悲しいことです、ビベク卿。ベルロネンの聖堂での死は彼の家の大きな恥となりました。道理にかなった言葉で決闘を思いとどまらせることができると思っていたのですが、このように腹を立てるというのはテルバンニ家ではよくあることです。しかし私は彼らが信頼できるかどうかを問える立場ではありません。ビベク卿、私はベルロネンが決闘を申し込んだ時ここにいました。フェニーラがいなければ彼はまだ生きていたでしょう。彼女がテルバンニの怒り。フェニーラの言っていることは間違っています、ビベク卿。本人は正しいと信じていますが、ベルロネンとは数ヶ月連絡を取っていませんし、今日のご指示なしに連絡を取ることもないでしょう。富などは今日に使えることに比べれば価値のないものです。それが真実だとお分かりでしょう。おっしゃる通りです。何でもお申し付けください。私の一撃が、悲しいことです、ビベク卿。ベルロネンの聖堂での死は彼の家の大きな恥となりました。道理にかな、ええ、毒を売りました。そしてその鋭い目が間違いなく理解されているように、ベルロネン宛ての場面のメモの筆跡は私のものです。彼は禁じられている異物を売りました。だから私は彼と一族に恥をかかせる道具を渡したのです。彼がかかってくれて嬉しかったですよ。私は異端者に彼自身を殺す機会を与える以外何もしていません。聖堂での決闘を取り消すことはできない。私が提供した道具でこのようなことがなされたのも、こんな結末になったのも、あの者の自業自得です。ビベク卿、私はベルロネンが決闘を申し込んだ時ここにいました。フェニーラがいなければ。決闘前にフェニーラはベルロネンへ剣を貸しました。私はバメンとベルロネンが武器を交換するよう要求しました。彼女の怒り。
ビベク教、バメンは死ぬべきです。ベルロネンは聖堂のネッチが送ったメモを見せてくれませんでしたが、内容はひどいものだとか。昨日モラミが毒を売ってくれました。来週クリフレーサーの狩りをするつもりだったのです。でも害虫の駆除にはこれが良い方法だと判断して歯に毒を塗りました。ベルロネンは絶対に武器を交換してはいけなかった。もっと言うなら場面に負けてはならなかったのです。王よ、場面のようなものの命などベルロネン・テルバンニとは比べ物にもなりません。スクリブのゼリーに毒を盛ることで聖堂の腐敗を根本から駆除するつもりでした。機会があればもう一度やるつもりです。お前は我々の姿で歩き審判を呼び起こした。真実の核でその嘘を暴いた。これはお前にとっての喪失かもしれない。問題にはならないが、我らはビベクの幻でそれ以上のものではない。我々は彼の審判の知恵を呼び起こす。その知恵はお前の判断とは異なる。お前にはわからない。ビベクではないのだから。どちらも選び、どちらも選ばなかった。フェニーラの狡猾さは認めたが、レドラン家は他人の血統でテルバンニ家の一員に毒を与えたことで苦しんだ。モラミには罰を与えたが、フラール家は異端者を晒した行動により評価を上げた。この事実を受け入れられるか。お前の知恵と判断はビベクの好意を得た。我らの祝福を受けよ。操作シルは知性と知恵を重んじます。作り維持します。創造の主です。あなたのそうした性質を試すはずです。操作シルはある試練を考案しました。試練を完了するたびに彼が試練を受けた者のことを詳しく理解できる内容になっています。あなたはこれから彼のゼンマイ仕掛けのおもちゃを直すことになります。そしてそれを最後には壊す。すべての歯車はハーリングディスクのように回転しています。どんな策略も儚いもの。そして常に部品は全体よりも使い道がある。そこには神の英知があります。これで満足ですか？
理性が調停者の罠をしのいだ。それによりお前の姿が私たちに明らかとなった。お前は完全に理解はしない。それが不完全というものだ。我々は不完全な操作シル、その存在から削られたが完全に離れてはいない。我々は発展の必要性に対する霊感の端的を評価する。そなたには分かるまい、操作シルではないのだから。完全とは本当の意味で決して達成されない。この不可知の目標に対して自身の常に堕落しがちな仕組みを試すと、自分自身の不完全さが明らかになる。この必要性を受け入れられるか。不完全であることの必要性を理解することにより、お前は操作シルの祝福を得た。私は倒れてもマギストリックスボックスを止めることはできない。彼女が全てを破壊するだろう。聖堂から力が吹き出すのを感じ中に入りました。最悪の事態も恐れていましたが、それでもあなたは打ち勝った。何を見つけましたか？私はベロスの審判にどんな力があって、なぜボックスが盗んだのかを突き止めます。その間にあなたはマギストリックスボックスを追ってください。勇敢さと功績を称えて、あなたをアルマレクシアの手に任命します。私の祝福とともに進みなさい。ボックスはモンホールドから逃げて東に向かいました。近頃の騒ぎでオーディネーターたちは厳戒態勢です。その中に東に向かう姿を見た者がいます。モンホールドの東にはセルコラがある。独立を重んじることで有名な静かな村です。ボックスはほぼ間違いなくそこを通ったはず。まずはセルフォラから探してください。